はい、皆さんどうもこんばんは。はい、無音。誰も拍手をしてくれない火曜日をやってまいりました。ソニーコンピューターエンターテインメントプレゼンツ NGC マインクラフトプレイステーション4エディション生放送、お相手はエドサウンドフミイチのフミイチでございます。よろしくお願いいたします。はい、この番組はですね、ソニーコンピューターエンターテインメントから、発売中の、絶賛発売中のサンドボックス型アドベンチャーマインクラフトプレイステーション4エディション、プレイステーション4エディションビータじゃなくてプレイステーション4の方ですね、こちらをですねこの後登場していただく、杉本さくらちゃんと一緒にふみいちがプレイしまして、でまあ一緒にどこまで楽しめるかというそういう番組でございます。視聴者の皆さんのコメントを、とかも、さくらちゃん読めますので、読める環境に作ってありますので、スタジオが。コメントを書くときはご配慮よろしくお願いいたします。で、番組の最後になりましたら、お知らせとかも兼ねて、私一人の状態に戻ってですね、で、エンディングとさせていただきたいと思います。さくらちゃんまだ小学生なんで、20時以降にお仕事をしてはいけないという法律があるんですね。なのでそれまでに、番組を終わらすと、まあ、さくらちゃんの登場パートを終わらすというそういうことでございます。ということなので今日も約1時間、最後までよろしくお願いします。はい、じゃあ早速入っていただきましょうかね。今日もマインクラフトプレイステーション4エディション一緒にプレイしてくれる杉本さくらちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さくらちゃんって将来ファッションデザイナーになりたいって言ってたよね。はい。今も。はい。なんか雑誌とか読んでる？もう今は漫画しか読んでない。漫画しか読んでない。なるほど。本も全然読まない。本も全然読まない。はい。で、漫画を読んでるわけですね。はい。で、ゲームやってるわけですね。はい。なるほど。自由奔放だな、本当に。将来、あれは学校の成績とかは、2学期に入るときに1学期の通知表みたいなのもらうじゃん。はい。あれってどうなの？いい方なの？悪い方？上中下で言ったらどのぐらいなの、さくらちゃんって。中。中？はい。あ、なるほど。なるほどね。中なんだ。当たり障りない感じ。一番得意な科目はダンス。どう水泳なんだもんね。はい、わかりました。じゃあファッションデザイナーを目指しつつ、その今雑誌がねどんどんなくなってて、今さくらちゃんぐらいの年代の子ってなんかそういう雑誌読んでんのかなと思ってちょっと気になって聞いてみたんだけど、まあ読まないっていう。でも友達に読んでる人は結構いる。いる？はい、います。小学校の頃にファッション雑誌読んでた？なんか子供用のあるよねがあって、それピチレモンとかでしょ？はい。俺読んでないな。俺読まなかったな。俺はコミックボンボンしか読んでなかったですよ。なるほどね。じゃあさくらちゃんファッションデザイナーになるのであれば、このあとこの放送終わった後に登場する電波組員区の古川みりんちゃんなんていうのはもうファッションリーダーですからね。着せられてるだけですけど、まあみりんちゃんと絡むことは多分ないと思いますけど、もしみりんちゃんが早めに入れる日があったらなんか絡みましょうね。よろしくお願いします。はい、はい、さあということで、今日もガラス作りやりましょう、やっていきましょうか。じゃあ二人で協力してゲームをプレイしていきたいと思います。今夜もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあマッチングしますんでちょっとお待ちください。あ、ごめんね。前回何やったか覚えてます？大広間のガラスで周りを囲った。はい、でかい壁をガラスで作った。はい、ところで終わったと。はい。あ、ちなみに今のうちにじゃあさくらちゃん自己紹介、はい、お願いしていいですか。はい、あっちのカメラに。
杉本さくらです。この間みかん狩りに行く予定だったけど雨になって行けなかったので家でマインクラフトをやっていました。それとこの間差し入れをくれた方ありがとうございます。差し入れもらってたね。あれ、はい、中身何だった？あの米サイダーっていうやつと。米サイダー？はい、うん、あとはあのみかんの、うん、そのままっていうかそのスライスしてある、うん、のサクッてしたドライフルーツ。うわそれ欲しい。すごい美味しかったです。いいものもらっ、ありがとうございます。ありがとうございます。さくらちゃんに差し入れいただきましてどうもありがとうございます。へえ、サクッとしたみかんのドライフルーツと米サイダー。はい、なるほどね。さくらちゃんへって書いてあったもんね。はい、書いてありました。なるほど。手紙とかは入ってなかった？は入ってない。ああ、なるほどなるほど。ありがとうございました。じゃあゲーム準備できたんでゲーム画面お願いします。じゃあ行きましょうか。今日もマインクラフト、はい、はい、レッツゴー。さてと、さくらちゃん画面でございます。お肉食べたらとりあえず。はい、今日もとにかくガラスが大量に必要だっていう話で、ないんでガラスが、もう僕は今からひたすら砂を掘ります。はい、木の板もねえな。待て、これ木の板もない。うわ、木の板、あ、木の棒はある。じゃあシャベルを 1,2,3,4。 ガラスがなんかチェストの中に結構入ってった。はい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 。じゃあそれ使って天井作っちゃって。はい、じゃあ僕は砂をゲットしに行ってきます。はい、行ってらっしゃい。はい、行ってきます。で、絨毯も必要だから、羊がいたらあの毛を刈っておくね。はい、ありがとうございます。さくらちゃん何色が好きとかあったっけ？薄紫が好き。薄紫が好き。あ、そうか、紫好きとか言ってたね。はい、白い絨毯でもいいですか？はい、大丈夫？ OK、はい、あの、あー、なるほど、遠くにあるからそう見えただけか。時々ブロックが空中に浮かんでることがあるんだよな。これ砂漠までのなんかもう通路、道みたいなの作った方が早いな、これな。さてと、ふう、いいな、小学校戻りたいな。結構楽しいだよね。はい、もうすぐ終わっちゃうんだよ、さくらちゃん。はい、中学生だよ。中学生になったらどうすんの？制服で出るの、この番組？いや私服に着替え、だってさ、学校終わってから速攻こっち向かわないと間に合わなくないですか？多分ですよね。え、セーラー服的な何かでマインクラフトやんの？それはそれで結構需要あるんですけどね。さてと、黙々とガラスの天井をさくらちゃんが作って、で僕はシャベルが全部ぶっ壊れるまでひたすら砂漠を更地にすると。で、砂漠で取った砂をガラスに変えて、でそのガラスでまたお城を大きくしていくという。で、途中で多分シャベルを作るための石とか鉄がなくなって、鉄取りに行こうとか、そういう話。なんだこれ、
なんだこれ。これ砂じゃねえな。なんだこれ。砂レンガ？石？え？なんだこれ。ちょっと待ってね。ピラミッド的な？これはな、ツルハシだろうな、多分。これ何？あ、取れた。砂岩？へえ、なるほどね。砂岩。なるほど。OK、わかりました。じゃあ、普通に、砂岩を取らなくていいね、別にね。加工する必要ないんで。ひたすら砂を1000個単位で取ります。これ最大4人でマルチプレイできるから、もうあと1人誰か呼んで、で砂係を入れようみたいな話先週してたよね。はい、してます。うん、すごい量必要だから。それかもガラスの部屋を外壁だけで諦めて内側の部屋を石とかにしちゃうと。まあ、あの洞窟を探検するのも楽しいんでね。はい、それもちょっとどっかでやりたいなと思ってたけど、今のこの感じだとお城作りがメインになって、どうしても僕は砂集めに夢中にならざるを得ないんでね。まあ、とはいっても俺思うんだけど、まあ見てるみんなでちょっと聞きたいんだけども、例えばネザーとかそのジエンド的なとこに行ったとしてっていう話じゃない、エンディング見るのみたいな。さくらちゃんってどこまでやった？お家でなんか建物作ったりしてて、そんなに冒険には行ってない。行ってない、ね、はい、そういうことだよね。そうだよな、攻略するかクラフトするかになるもんね、ゲーム的にはね、マインクラフトは。で今僕らはクラフトメインでやってるということになるわけです。そしたらじゃあクラフトメインだな。もう必要な素材あったら頑張って取りましょうってことですよ。鉄があったら洞窟潜って、あとあれだね、レッドストーンを取ってスイッチの仕掛けを作って電気をこうスイッチ仕掛けにするとか自動ドアにするとか、あとは絨毯のクオリティにこだわって色を変えるとか、あとガラスを青とか黄色とかにしてみるとか、まあそんな感じかな。今俺らがやろうとしてることにネザーで行って得することとか別にないもんね。砂があるわけでもないし。だよね、だよね。危ないだけだよね。光る石はあるけどな。ああ、その光る石置けば松明じゃなくても光源を確保できるかも。砂っていうかガラスには松明置けないから、そうそうそう、グローストーンを取ってそれを置けば松明の代わりになるよね。